こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、フィルインの2番目ということでですね、前はこう2拍のフィルインを作ってたと思うんですけど、テンポ速い曲の場合はまあそれでもまあこんな感じで2拍のフィルインをもちろん入れてもらってもいいんですが、だんだん同じ感じになってくるので、足を使ったフィルイン、要は一番低音がたくさん出るとこう安定するし図太くなるので、このフィルインをやっていきたいと思います。まあこの起伏法はまあいいですね、スネアハイタムミッドでバトルですね。ここにスネアで書いてありましたが、スネアを片手で叩くのではなく、まあ基本は両手です。でそうすると最後がダブルに、この最後はここのダブル、こういう風になります。なので、このダブルのとこを気をつけて練習してください。で、両手だったらどこ叩いてもこういう風でも全然構わないし、ブラムでもいいし、で、禁じ手が両方シンバル、これちょっと間抜けな感じがするので、必ずシンバル入ってもいいけどという具合に、入れてもらうと全然いいかなと思います。で、これはタド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 を練習する、だからということですね。はい。で、よく使うのが3つ割りなんですけど、ここの1番2番3番っていうのをやっていきますね。1、2、3、4。2番、3番、という練習をします。そうすると1と2を足すと2小節ずつ。というフレーズができるわけですね。要は1と2を続けるとフレーズをまたいでいく感じになる。2から始めると。使うとこうかなり図太いロック系のフィルインができると思うんですね。で、次の4、5、6も同じ要領でやっていきます。ただ6から頭に向かうときはちょっとバスドラが3発になるので、ここはちょっと、注意が必要ですね。4番、1、2、3、はい、6番。このバスが一発でもいいですね、最後。ワン、ツー、スリー、フォー。ってやると、これ4番を続けると、ワン、ツー、スリー。っていうフレーズができるわけですね。あとは、まあ、7番、8番、9番作っておきました。例えば7番。ワン、ツー、スリー。9番、ワン、ツー、スリー、10番、この辺ですね、こうやって、足を使ってもらって、手と足でいろんな組み合わせが自由にできて、クラッシュのとこまでを練習しておかないと、ここはダブルがうまくはまらなかったりするので、ダブル奏法の場所移動の練習をしっかりしましょうね。はい、というわけで、混合タイプっていうのは要は前半で
このタドタドダッシュを使って後半細かくする、ダッシュを使って最後を細かくする、そういうのでも全然ありですよね。こういうのをやってみる、3拍のとこはという具合の、まあ、変なところから始まるとすごく流れが良くなりますね。2拍目とか裏拍から始めるとかっこよくなるので、こういったフレーズをご用意しておきました。ここになんかこう空白自分で書いて練習してくださいって感じなんですが、こういったものを全部組み合わせて練習しておくと、まあ、いろんなフレーズで対応できるということでございますね。なので、まあ、手と足の組み合わせをしっかり練習しておきましょう、というわけでございました、フィルの8分布の足ということでございましたので、譜面はメルマガの方はダウンロードできますので、ぜひ、ご登録の方よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。